4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は桜将軍先頭、2番手はグローブカフェ、先頭を捉えるか愛のスパーク、まだ後ろ、この足色では厳しいか。残り 200m、 エアダブリ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はバイオマジェスティ、エアダブリ独走、エアダブリぶっちぎりです。エアダブリ1着、2着はバイオマジェスティ、見事に勝ちました。エアダブリ愛のスパーク完敗です。着外に沈みました。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はパワーファンシー、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 パワーファンシー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アクアチーイメージやはり強い。アクアチーイメージ3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。アクアチーイメージ1着、2着は微妙です。アクアチーイメージ見事一番人気に応えました。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス間もなく発走です。さあ最後は大外枠のイクノアベニューゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ノートウショー前に行きそうです。これに続くのが吉野キング、好位置をキープしています。統計2世金豊王、そのうちに続いています。その外に走る将軍、並んで14番アメージングレイス、ノーブルウィナー、この馬もこのグループ。すぐ隣に平成シルバー、その外にウィンドコート、黄色の帽子名称トラップ、その後ろ、すぐ後ろにアポロウィンザー、北芝スペイン、そのうちに続いています。その後ろにカフェアデグロ、その隣にミスタールドルフ、しんがりからチアズアトム、各馬砂煙を上げてかけていきます。大ケーキを通過していきます。さあ先頭はまだ11番ノートウルショー、2番手は統計2世、これは絶好の手応え。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ノートウルショー先頭、差はほとんどない。
2番手はアメージングレイス、先頭を捉えるか、やはり統計2世先頭だ。先頭は統計2世、統計2世先頭、リードを広げにかかります。2番手はアメージングレイス、統計2世1着、統計2世完勝、統計2世1着、2着は微妙です。これが世界を制した実力だ、統計2世。Thank you.